海に身を投げる彼女へ、自分は何と叫んだろう。ああ、妻よ。あの平原で、自分は何と叫んだろう。炎の中で真剣を抜いて、何と叫んだろう。私は何を叫び、何を呪い、何を願ったのだろうか。かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと刃を、声を、心を交わし、散りざまを見届け、読み字を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。イオリ、何をしている。器を立てと私に命じろ。あるいは斧が手で断ち切るか。もしもの話だ、セイバー。英月の器は立たぬ。そう俺が口にしたならばどうする。イオリ。ああ、この後に及んで妙なことを言う。随分なわがままだ。そうだな、あくまでもしもだ。マスターがそのように口にしたらどうする。お前は聞く耳持たぬか。お前ならばどうする、ジエモン。ちくだらん問答で釣れないな。言ってみせろ。どうせお前は。残念だったな。英月は俺がいただく。今ここでな、お前を殺して。その目。そうかよ、ようやく現世の皮を脱ぎやがったか。ずいぶんだ。ああ、ずいぶんだ。てめえのそれは。随分なもんだ。どうした、知恵も。おじけづいたか。誰が。では試合と行こう。そのためにここまで来たのだろう。さあ。言ったか。イオリ。邪魔は失せた。最後の仕上げにかかるとしよう。うん。なんだその顔は。ああ、あの問いかけか。あんなものはただの冗談、ジョークの類だ。気にしてくれるな。イオリ、君は。
ネズミか。死にてえのサーラントが一気どうやら当たりを引いたな。当たりか。それは僕のセリフだ。ひどく腹が減って頭も回らなくなっていた。魔術師ならばいい需要になる。少しは長く記録を続けられそうだ。当世の民の魂まで食らって流れた我が身、無意に朽ちさせるつもりはない。貴様の事情なぞ知ったことか。俺と同じ匂いがするんだよ。安心する。外道らしい外道の匂いだ。ここで死ね。今すぐに死ね。俺の願いのために英霊七鬼ことごとく死ね。願い、願いか。お前がそれを口にするなど滑稽極まりないな。命の一つや二つ投げ打つ気概があるならばまだ救いようもあるが、お前剣気を前にひるんだろう。やれやれ、島原の死者もさぞや嘆いていよう。貴様、俺の何を。お前の願いは復讐か破滅か、どちらにしてもつまらない。理解に苦しむ。お前こそ我が願いの礎となるがいい。僕は英傑を手に入れ、この世の全てを記録する。てめえに英傑は過ぎた代物で。口の減らない輩だな。あがくなよネズミ。面倒なのは嫌いなんだ。理解に苦しむな。わからないのか、無駄なのだと。まだわからないか、願いし者よ。お前の願いは常しえにかなわないのだと。そうかもな。だがかなわねえのはてめえも同じだ。お前は俺のところへは来るな。
マスター行かなくちゃ。俺より人思いに頼むぞ。ありがとう、じいさん。エーゲツ、無事に無力化できたな。では、やるぞ、イオリ。いや。エーゲツは壊さない。英月の義によって江戸の民が死ぬ。悪しきこと、許されぬことだ。それはわかる。だが、これ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって、乾きに乾いた己がうちの剣を。セイバー。俺は英月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバー。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。日向のごとく穏やかで人の道をたっ飛ぶ余人はそういうふうに俺を見る。お前もだったな。もう一度言う。俺は違う。そうではないんだ。人として正しくあろうとは思う。情も心も人の世には有益なもの。終生穏やかによく生きるための最善手。まさに呼吸のようなものだ。それはわかる。分かっている。故にこそ従った。だがそれが目的だったことは一度もない。夢に見たこともない。俺の目的は今も昔も変わらない。変えられない。欲とするものはただ一つ。
剣の道を極めること。だからセイバー、俺はやはり優しい人ではないんだよ。俺が穏やかに振る舞うのは、人の道をたっ飛ばんとするのは、穏やかで人の道をたっ飛びながら生きる太平の世の人々を理解するため。相手が何を思い、何を考えるのか、理解すれば切りやすい。多くを切るため、多くを俺は理解したい。江戸の人々を、師匠を、お前を、誰も彼も、そうとも。誰も彼もに俺は勝つ。誰も彼もを切り伏せる。そのために生きている。あの夜に見た、極限の剣のように。だから、だから残す。英月は、残す。あまたの強者を誘い、集うための災いとして、俺のために残す。思えば、そう。大蛇を断ち切るお前を目にした。かの日より、剣の神がごときありように見とれた。かの日より、俺は、お前とし合うことを、何より願っていたのかもしれない。ああ、俺は、なんと、セイバー。より、火の肩、揺るがぬ血のごとく、木は熟した、無駄だ、解き放つ。
切れるか。見えている。決める。避けるなよ。だが我らの願い、未来永劫交わるまい。お前に、師匠に出会ってしまった。私は私のなすべきを捨てられない。私は私が奪ったあまたの命に誓い善をなす。乱世なき江戸の世であるのに、俺は剣の頂へ至る道を再び望んだのだ。故に善をなす者として、すなわちただ剣の鬼として、君を斬る。ただ君自身のために。お前を斬るよりもはや道はなし。全力。空の刀。見せてやれ。死の刀。いけない。
見切れるか、見切れるか。この程度か、セイバー無駄だ。違うだろう、もっと俺に見せろ。見せてやる。見切れるか。どうしたセイバー。血は熟した、無駄だ。見切れるか。全身全霊体決める。血は熟した、無駄だ。見切れるか。決める。見せてやる。甘い。全身全霊、見くびるな。決める。火は熟した、無駄だ。決める。見せてやる。効くものだ。そこだ。見切れるか。どうした、まことの力を見せろセイバー。ああ、言われずとも。来るか、発揮怒涛。ここ。なぜ。君の言う通り、勝つために相手の気持ちを考えたんだ。ああ、それは勝てないな。より、求むるが人の道なれば必ずや幸福に生きられたろう。だがお前は剣の道を求めたことで全てを捨てた。首手柄はわしの代までだ。この先に戦はない、人の道しかない。教皇の祭りは終わったのだ。
だというのに。いよりよ、お前は生まれる時代を間違えた。己の我を殺し、欲を殺し、太平の世の空気を拒んだ。それこそ息をしない屍のように。剣の道はついえていたんだ。だが、剣としてお前に打ち壊された。まさに望んだ通りの人生だ。長い夢のようだったが。イオリ。あの夜、殺されるはずだった港の一夜から。ずっと続く月に焦がれるような夢だった。なんだ、まったく師匠も人が悪い。剣であってもこれ以上はない。共に恵まれることがあるじゃないか。本来なら君に私の願いを叶えてもらう、もしももあったのだろう。でもいいんだ、願いは叶った。これ以上は望めない。宮本伊織、君は、君こそは私の